はい、メンズエステの店長山田久太郎と申します。そして今日はアシスタントの、はい、高橋です。高橋さん来ていただいております。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ヤナウシQチャンネル。今日は、メンズエステの店長について、2人で、お話しさせていただきます。で最初は、僕が高橋さんに質問して、後半は高橋さんから、店長について質問、していただきます。で高橋さんはメンズエステもう3店舗か、そうですね、援護したんですよね。はい、その中でいろんな店長さんもいたりとか、はい、あとセラピストのお友達もまあ何人かいるじゃないですか。その中で理想の店長像っていうのはどういう方かっていうのを、俺のこと意識しないでね、気にしないでこういう方がいいなとか、あれば教えていただけますか。店長聞いてるから、ね、店長に理想の店長になってほしいんですよ。そうだ、第一にお客様も大事なんですけど、セラピストのことも考えてほしい。お客様も大事だけど、はい、セラピストさんのことも考えてほしい。うんうん、働きやすい環境、できるとかやれとか言わない。ああ、うん、ですな。法律違反させんのかよっていう話になりますからね。難しいか。外見とか容姿のこととかも、でもあんまり関係ない。はい、うん、まあ俺みたいな容姿でも仲良くしてくださいますからね。とかこういう店長すごいいいねって友達同士で話しててさ、お宅の店長すごいいい人だねって思った時、思った時ない。店長に対して、あ、そう、あんま店長ってそういう存在なのかもしれない。普通にしてくれてたらそれでいいみたいな、変なこととか変な言い方とかしなければ、だ空気みたいな存在でもひょっとしたらいいのかもしれない。俺は店長だぜみたいなことでもないのかもね。この前の変な店長の時も、うんうん、こう来たじゃないですか、そ、うん、こまで入ってくるかみたいな、うんうん、思いましたもんね。お前誰といるんだろうね。お前じゃねえだろって言われてね。あ、でも今もヒントですよ。ズケズケ入ってくるなっていうのも一つですよね。うん、遠いのもあれですけど、うん、近すぎるのは難しいですね。そう、実はね、そこは結構難しい、距離感っていうのは。そうだね、遠いのも嫌だ。そうですね、うん、相談とかした時しやすい方がいいです。 ああ、相談しやすい、出てきたね、相談しやすい。ちょっと広げてもいいですか。はい、相談しやすいってのはすごく大事で、なんていうのかな、怖い感じの店長だと相談できないんですよ。はい、ありましたね。あ、いた、やっぱり、はい、うん、それってね、すごく店にとってマイナスなんです。いい方向に行く話をしてくれる時があるんですよね。あと問題点とかを教えてくれる。お客様の問題点、他のセラピストさんの問題点、ね、部屋が汚い、ね、前の方は掃除できてないとか、例えばね、そういうのも全部ね、聞かせていただけるぐらいの店長でいないといけないので、上からガッと押さえつけるような、そんな余計なこと言ってくんじゃねっていうような店長さんとかっていうのはもったいないと僕は思ってますけどね。他のセラピストと会わないから、うんうん、寂しい時とかあるんですよ。あ、そう。若干そうだよね、待機が長い時とかね、話しやすいとかが、うん、話しやすい、大事だよ、ほんと大事。お客様と店長話さないじゃないですか。うん、うん、そっか、ツールームのとこまでも働いてたもんね。はい、俺も気をつけます。話しやすい、これほんと大事だからな。これだけでね、一本取れるんですけど。じゃあ今度、高橋さんから、はい、店長はどういう店長を目指しているのか。おう、どういう店長を目指してる。どういうところに気をつけてるのかなと。あ、そうですな、今に通じるんですけど、とにかく話、まあ同じになっちゃうね。いろいろ話していただきやすい、話してやろうかなって思われる店長になりたいですね。本当セラピストさんとのコミュニケーションって一番大事で、コミュニケーションって難しいよね。難しいし一番大事なんだけど、さっき、まあ、高橋さんに言ったけど、距離感も大事だし、こっちが言いたいことだけ言うのもコミュニケーションじゃないし、やっぱり、セラピストさん
からいろいろ教えていただく。そこで僕が使ってるのは多少舐められるぐらいがいいと思ってるっていうのはそういうところで、怖いとか思われたらいい情報も悪い情報も入ってこないんですよね、なんか怒られそうだから我慢しちゃおうとかね。あとはい、そうだ本当は体調悪いのに、それ言ったら怒られそうだから我慢しちゃおうとか、こういう問題点を発見してるけど、取り合ってくれなさそうとかね。そしたらどん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 店が悪い方向に行ったり、例えばそれで体壊して辞めますってなったら店にとってマイナスですね。そういうのねしょっちゅうあるんですよ。で僕もこう言ってて、ここは別に山田に言っても改善されなさそうだなみたいな全部言ってると思います。そうだからそうなっちゃうと本当にね運営がしにくくなるので気をつけた方がいいですな。困った時に頼りにならない店長ね、だから遠隔でもさ、例えば、近くにいないお店とかもあるんだよね店長さん。でも常に電話とかないんでしっかりとコミュニケーションを取っておくっていうのも大事だし、あと言わなきゃいけないことがある時あるんですよね。分かりやすく言うと怒るというか指導というか、それはダメなんじゃないのって言わなきゃいけないタイミングっていうのが結構あって、だからね感情的になってなんだよと思う時あるじゃないですか、やっぱり人だから。だけどそれっていうのを一回抑えてね、それがセラピストさんにとってどうなんだろうって考え直してからお伝えするようにしてます。店長やってたら本当ね相手の立場に立って物事を考えられる店長が、いい店長で、人はみんな自己中だから、自分中心なんですよ。だからこそ毎回毎回相手の立場に立って、相手はどう考えてるんだ、相手はどのように思ってるんだ、これを言われた時に相手はどう思うんだろうとか、それを何パターンも想像してから伝えるっていうようにしてるんだけど、上手にできてるかは分かんないけどね。のを意識してたら髪の毛がなくなって白髪だらけになりました。ということで、いいですか、雑談ということで、いい店長について、話させていただきました。高橋さんまたもしよければ今後も出演していただきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。でもし動画や勉強になったっていう方はチャンネル登録ですとか高評価ボタン、お願いいたします。メンズエステについてですとか、メンズエステに近い業界の方なんかは、勉強になる。今日はマネジメントの話だったし、セラピストさんの話とか、していきますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。なんとなくわかる、わかりにくいじゃん。これチャンネル登録と高評価ボタンお願いしますって言ってみてもらっていい？入りますねこれ。そう、言いにくいか。